さあユンカー、大久保からよく戻ってきましたが、小泉奪い返す。小泉スルーパス、浦和の方は構えるときは中を絞った 4-4-2 で構えてます。小泉のスルーパス、キャスターユンカーが抜け出しての左足、はい、時間的にもね、小泉がこの鈴木ザイオンのリードに対して反応して、さあ大久保がフリーになっていいです。西澤も神谷も全体的に距離近いんですよね、距離感が良くなったと。そうですね。さあ浦和です。前の小泉へのパスコースはちょっとありませんが、うまく関根からのリターンを受けて小泉、前で運んでいきます。小泉の前に秋元、ね、小泉が狙います。狙って取った、横に秋元がいます。ここまでボールをキープします岩田、あとここが引っかかりました。さあ小泉、中央に松尾、ファーサイドにはモーベルグ、小泉はモーベルグを使う。さあボックスに入ってきた、左足のシュート、まあ、いろんなものを出せるように、いろんな相手のメッセージ、あーここカットした、奪った小泉、さあショートカウンター、小泉追加点。さあ自分でボックスに入る、折り返す、そしてフリーで小泉、持ち出して右足のクロス、胸コントロールから小泉、5点目浦和レッズ。狙えるところいいと思いますし、ここからですね、前で、そうですね、フリーになりだしましたね、前が少し空いている、小泉中入れた、シュート、なかなかと外れなくなるんですよ、斜めから小泉に出して、小泉がドリブルで入っていく、ドリブルで持っていく、小泉がまだ持っていって、でここから間を通して小泉へ、小泉から裏へのボール、またユンカーだ、ユンカー、ここからクロス、ヘディング、さあこれ繋がっていく、小泉だ、小泉、村上シュート、上福本スピード上げた、クロス、小泉、さらにもう一つだ、ナバス、米本が行きます。横に置いた、踏み込んだ、小泉のパスです。ユンカの落とし、そして小泉、小泉から関根だ、ドルツから、ここは小泉切り返してということになりました。左足、今エムバペ、あの狭い中で叩いてディフェンスの背後を取ってしまいましたからね、ほとんどスペースないですけどね、基本的には望んでると思います。小泉が内側で受けて転がして酒井を押し出します。ここはショルツに引っかかりました。小泉から逆サイドの展開、まあ、一番モチベーション高いのはもしかしたら酒井ルイかもしれませんね。わかりますね、オフサイドありません、抜けた、小泉から柔らかいボール、ここでヘディング来ました。松尾から大久保見せながらクロス、ファー流れていきますがまだある。さあ小泉が前の打ってきた、ここから自分で前進できるのが魅力です、うん、伊藤、横パスから小泉、そう左足見事に射抜きました小泉、関根から縦へのボール、小泉抜ける、小泉シュートだー、決まりました。さあ木本上がってくる、スルーした、伊藤アッチだ、こぼれたところ押し込んだ、浦和追いつきました。ここも前から来る裏の守備を剥がしたいんですが引っかかりました、うん、さあプレスに行く、さあボールを奪った、守備所も高いです、ね、非常にいい入りはしてるなと思いますよね、はい、ただこのいい状態の中でやっぱ先制点欲しいですよね、はい、浦和が米本から瀬川へ、あ、ここは小泉が行く、受ける前からというところですが、ここはプレスバックでした小泉ですね、渡辺からここでキープをする西村、西村に対して小泉ボールを奪います。左小泉、秋元の左サイドで、ここはですから前節東京が良かった右ですからね、そ
小泉で取ります。バロー持っていくスピードがある。バロー持っていってここに流して、あーよく触った。おー小泉素晴らしい。ちょっとでも途中でスピードを緩めてたら持ってましたから、はい、素晴らしいですね。